f m i ズが所在するリオンドールガーデン株式会社 f m i ズは福島県藍津若松市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である FMIS の愛称でコミュニティ放送をしている全日24時間放送である2013年3月31日までは5時30分27時5時26時 6時25時であった。地域番組とミュージックバードの再送信を合わせた番組構成。かつては J-Wave の再送信をしていたが、2013年3月31日17時に終了した。サイマル放送は J-Wave の再送信を行っていた時代は、自主制作番組などの一部の時間帯のみ、実施していたが、ミュージックバードの再送室に変更後は24時間。 実施するようになった。番組と番組の間の広告枠がない。2011年2月14日より、サイマルラジオを利用したインターネット配信を開始した。開局当初は、本社スタジオは、合津若松市中町2番85号で、送信所は、近隣地の同市中町2番78号にある、ホテルニューパレス屋上にあったが、2003年1月に、 同市栄町2番14号にある旧長崎屋藍津若松店であったビルレオクラブガーデンスクエア5階へ移転した。公式マスコットキャラクターは開局当初には名前が付けられていなかったが一般公募の後2001年10月21日にレオクラブ滝沢店で公開収録した開局5周年特別番組 FMIS だ555の番組内で アイウェイと名付けられた。この他、などの番組を放送している。ありがとうございます。